どうも皆さんこんにちは、オカピです。今回の動画はこれから旅をするにあたって僕が新しく購入したアイテムを皆さんに紹介、ざっくりとね紹介していこうと思います。今回の旅で新しく購入したものがだいたい5、6個ぐらいあります。でそれをねもう本当に全部紹介し、ダラ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 喋ってたら長くなっちゃうので、それをざっくりとね紹介していこうと思います。まず一つ目がこちら、じゃじゃん、ま、これなんか久しぶりやね、じゃじゃんっていうの。これが何かって言ったら大容量モバイルバッテリーです。はい、のイムト分からんっていうところの大容量モバイルバッテリーで、なんでこれを買ったかっていうのは、やっぱ旅でね動画を編集したりとか写真を撮ったりとかしたいって思ってるんで、できるだけね、電気っていうのをもう貯められる場所が欲しくて、でパソコンの充電とかあとカメラの充電とかって AC アダプターがないとつなげられないんで、こういうものを買って、充電できるようにしてます。はい、でこれがよいしょ、まずね何がいいかって言ったら、はい、ここに電源をつけると95% 今電気が溜まってるっていうのと、もう一つ上のボタンを押すとライトがつくんですよ。なんで夜とかねテントの中でこれも持っとけばもうライトが使えるっていうんで、一回試したんですけど、一日中つけてても大体バッテリーが 1% か 2% ぐらいしか減らないんですよ、ずっとライトつけっぱなしでも。だからこのライト結構使えるなって思って、いいなって思いました。であとはね、いろいろ本当は挿すとこあるんですけど、まあここら辺とかはあんまり多分使わないかなと思うんですけど、こっちほら USB ケーブルを挿せるところが4つもあるんですよ、4つと、あと、この上に AC アダプターをつなげるところがあって、ここで、カメラの充電とか、パソコンの充電ができるようになってます。で大体、まあ書いてたのがこれで iPhone を十数回ぐらい充電できる、でパソコンだったら大体5、6回できるって書いてたんで、まあ結構十分使えるかなって思いました。もしこれを気に、あ、いいなって思って買いたいなって思った人がいれば、ちょっと注意なんですけど、俺 Amazon で買ったんですよ。これ Amazon で1万5000円ぐらいで買ったんですけど、この AC アダプターをつけるためには実は付属品が必要なんですよ。この上のやつが、上のやつは外せるんですよね。でこれは一緒についてきてません。これだけで1万5000円です。なんで、まあ、別にパソコンをも旅に持っていくとか、あんまこれから旅をするか分かんないんですけど、っていう人とかには、まあ、そこでパソコン使わないとか、カメラ使わないんだったら、全然これでいいと思います。これだけで1万5000円。で、これ、もし本当にこの AC アダプターで充電したいなっていう人がいれば、これを別で購入してください。Amazon で。一応、両方ともの URL は、動画の概要欄みたいなところに載せておくんで、もし気になった人がいればぜひ見てください。もうこれ1個でね6000円するんよ、6000円。見て、だから合わせて大体2万1000ぐらいしました。もうついて、最初これ買った時にこれついてきてると思って買ったらついてきてないんですよ、マジかって思って、ちょっと残念でしたね。それはがっかりでしたけど、でもまあ使ってみてすごいいいなって思ったんで、結構使えるなって思いました。ただやっぱこれだけ大きいやつを持っていくと重たいんですよ。これ1個で多分1キロぐらいあるんじゃないかな。だからそれだけでちょっとまあ重くなる、荷物になるっていう方は、まあそれが嫌っていう人はあんまりおすすめはしないです。まあでも一応僕はこれを買いました。次に購入したのがこちら、じゃじゃん新しい寝袋を買いました。なんで新しい寝袋を買ったかっていうのは、前使ってた寝袋がボロボロだったっていうのと、もう一つは、多分あれね、秋とか冬用ぐらいの多分寝袋で、あんまりね夏とかに適してないんですよ。で俺が大体旅をするのは春夏秋って思ってて、春夏秋用の寝袋なんですよ。でなんで、新しくもうあれもボロボロだったし、なんか気温に適応してないんで、こっちの方を買いました。いいよねこの緑色。もうねこれからね俺のイメージカラーを緑にしようと思って、勝手にね
緑にしようと思って、だから、まあ、もし何か新しく買ったもので緑色があれば緑をすぐ買おうかなと思ってます。はい、まあ、こんな感じ。はい、こんな感じの寝袋です。結構ね、厚みがあるんですよ。なんで、まあ硬いところである程度寝ても、まあ寝れるんじゃないかなとは思ってます。まあ実際痛いやろうけどね。なんで、そのために買った新しいアイテムがこちら。じゃじゃん。はい、マットですね。床に敷くマット、ベッドの床とかに敷くマットで、これね、まだ開けてないんですよ。最近届いて、ほんまギリギリだよね。やっと届いたんすよ、これ。では開けていきます。うわ、ちょっとなんか怖いからちゃんと開けよう。え、ああ、オッケー。はい、はい、これ出ましたね。オレンジ色です。緑が良かったけどね。オレンジ色です。ジュングレレオオラオラーダです。まあまあ、これも概要欄に貼っとくんで、もし気になった人がいればぜひ見てください。はい、で、まあいろいろね、なんでこれを買ったかっていうのは、角島編を見てくれた人は分かると思うんですけど、角島行く途中で知り合った、日本一周してる同い年の男の子が、いや、マットは買った方がいいって言われて買ったんですよ。結構ね、そんな重くないし、大きいけど重くないんですよ。本当にもう、さっき紹介したモバイルバッテリーより全然軽い。 100g ぐらいかな、 100g、200g ぐらいだと思うんですけど、これ一つあれば、この下に敷いて寝れるっていうね、結構快適な旅ができるんじゃないかなと思ってます、これ一枚で。多分ね、俺もまだ使ってないけど買った方がいいと思うよ。硬いところでどうしても寝ないといけない時ってあるから、その時にこういうのがあると結構ね、まあすやすや眠れるんじゃないかなって俺は期待してます。はい。まあこれの紹介はざっくり。開けた方がいい？え、開けない。俺は開けない。はい、では次に買った商品を紹介します。こちら、じゃじゃん。はい、なんていう、そう、書いてる。ロックブロスっていうところのカバンですね。これ、サイドバッグで、これも多分防水のサイドバッグになってます。で、これともう一つサイドバッグ買ったんです。これとは別に、もう一個。はい、見て、じゃじゃん。こっちが、ボルトリーブ。あ、これ綺麗に言えたやろ。なぜかって、有名だから。はい、このオルドリーブの、サイドバッグも2種類買いました。で、こっちのカバンが、2つ20リットルで、20リットルで8000円。で、こっちが、40リットルの2つで、1万3000円ぐらい。オルドリーブが1万3000円です。はい、で、なぜ、2種類買ったかっていうのと、いうのは、ボルトリーブの前用があるんですよ。これ、前用のバッグ。ボルトリーブは、後ろ用のバッグ。で、使おうと思ってて。で、なんか、ボルトリーブの前って小さいくせに、これと同じ値段がするんですよ。なんか、後ろで1万3000円かけて、前でもちっちゃいの1万3000円かけるってどうしようと思って、悩んだ結果、ちょっとね、お金がないんで、こっちの、まあ、一応しっかりはしてると思うんで、毎用に、もう少し安いやつを買いました。ね、20リットルずつ入ります。で、ここから、この2つが、前用。で、この2つが、後ろ用です。次に、俺が購入した6個目の商品を紹介します。それが、こちら。じゃじゃん。これはね、鍋です。鍋、料理キットみたいなものですね。これを買いました。で、2つついてるんですよ。上の蓋がこう1個ともう1個つくっていうね。で、さらにこれセットで
もう一個ついてきてるんですよ、この中。これが、よいしょ、ほら、コンロ、このコンロがついてるんですよ。で、この2つで、あ、3つセットで、3000円ぐらいだったと思います。だいたい全部 Amazon で買いました。これ、組み立てが簡単なんですよ。こう、パンと足を組み立てて、足を組み立てて、で、こうやって広げていくんですよ、ここ広げて、広げて、いや、広げて、ほら、もうこれでできた、今の数秒ぐらいで。で、あとここにカセットボンベっていうかな、ガスボンベ、わからん、忘れたけど、それをここにつけて、あとはここを回して、ガスの調節をして、で、ここのボタンをパチッとやると電気が流れて、で、多分火がつくんですよ。おお、電気流れてきそう、こっちまで。これ、あれか、これあれか、あの、電気食らわないといけないパターン。YouTuber として、 YouTuber としてやらないといけないパターン、やるか、俺もね、YouTuber としてこれからこういうことをやっていくんだなっていう、その一歩をね、ここでやっていこうと思います。あー、静電気ね、怖っ。ここ持ってても静電気来るんかな。あ、行くよ、行くよ。おー、あ、ここは来ない、ここは来ない。じゃあ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 、もっとここ、もうもうもう、この針に手を置いて、針にね、手を置いて、行くよ、行くよ。あ、ここは、ここは。え、怖いね。ちょっとはじめ社長とかの気持ちが分かるよ、分かってきた、これも。うお、やばい、鳥肌立つもんね。いやー、怖いねー、怖いねー。行くよ、行くよ、本当にもう置いてるよ、本当に置いてるよ。行くよ、行くよ、行くよ。ダウン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 。なんかそんなに痛くなかった。いや、痛い、いや、痛いじゃないんだよ、びっくりするんだよ、このバチっていうのに。びっくりする、びっくりする。やばいな、俺リアクション向いてないかもね、リアクション YouTuber 向いてないかも。うん、まあ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 、ちゃんとやったんでね、 YouTuber っぽいことちゃんとやったんで許して。はい、で、この中にしまって、はい、これも蓋をして、はい、結構ね、コンパクトに収まるのがいいよね。これとこれをこう閉めたら、もうほんまに、よいしょ、ほら、結構コンパクトに収まるのがいいね。はい、今回の動画で、まあ、ざっくりね、俺が紹介した、まあ、ていうか新しく買った荷物の紹介になります。で、また持ち物、どういうものを持っていくのかっていうことについては、まあ、その旅の中でね、紹介していこうかなって思います。今日はこれを食べましたとか、これを使ったとか、まあね、あとこう、例えば気になることがあれば、ぜひ YouTube のコメント欄でもいいし、SNS とかの、コメント欄でなんかコメントしてくれたら答えていこうと思います。では早速、次回から旅の、僕の日本一周の旅の動画をアップしていくんで、よろしくお願いします。